ラインハットのお城で大層豪華な結婚式が、誰が結婚したの？信じられねえ。親友だと思ってたのに結婚式に呼んでくんないなんて、そんなことある？まあ、どこにいるかわかんないとかそういうのはあるかもしれないよ、あるかもしれないけど、悔しいよ、俺悔しいよ。え、まさかマリアと結婚したんじゃないの？可能性あるよ、だってあれあのまま、あれでしょ、帰らないでそばに置いといて結婚したんだろう。クソ、もう絶対行こう今のとこが終わったら、あの、ラインハット行くから。いや、もう見に行くからね。誰と結婚したのか。で、なんで呼んでくんなかったのか、マジで聞くから。勝ち込みじゃ。なんで呼んでくんなかった？ちょっともうラーミーの中ではもう頭がもうずーっと、もう許せない、ヘンリー王子でいっぱいよ。なんで呼んでくんなかったんだよ！友達だと思ってたのに！どうせ上にいるんだろう！やあなたは、兄からあなたのことをいろいろ聞きました。旅立つ前に兄に会ってやってください。兄の部屋はこの上です。当たり前だよ。あ、兄に会いに来たんだよ。むしろ。あ、おいおいおい、なんか女の人といるぞ。君、どくんだ、そこ。ここはヘンリー様と奥様のお部屋。ちょっともういいか、どくんだ。誰だかわかるか？おい！どういうことだよ！こいつは驚いたラミーじゃないか！ずいぶんお前のことを探したんだぜ。ほんとかよ。うん、その結婚式に来てもらおうって思ってな。ほんとかよ。実は俺結婚したんだよ。知ってるよ。おーら、ほら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 、もう絶対そうだと思ったもん。ラミー様、お久しぶりでございます。あね、はいはい、そういうことなんですか。もしかするとマリアはお前の方を好きだったのかもしれないけど。まあ、あなたったら、ラミー様には私などよりもっとふさわしい女性がきっと見つかりますわ。とにかくラミーに会えて本当に良かった。結婚式には呼べなかったけど、せめて記念品を持っていてくれよ。昔の俺のあの部屋、覚えてるだろ？あそこの、はぁー！いやー、ちょっと、いやー！すごい、だ、やだやだー！え、も、え、も、え、も、え、もー！古文シールか、古文シールがあんのか、記念品古文シールか、え、やだー、エモエモじゃん。この間さ、ラミーがさ、ここになんか入ってたらいいのになとかって言ったじゃん。いやー、何が入ってんのかな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 。せーの。あ、何何、宝箱の底に何やら文字が刻んである。ラミーはその文字を読んだ。え、やだ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 、そういうのやめてよ、やめやめてよ、ちょっと、もうもうやだやだ、ちょっと、もう何、やだ。ラミー、お前に直接話すのは照れくさいから、ここにか、もうちょっと待って、ここに書き残すのがまたさ、ちょっとエモエモエモさがさ、すごく、やめろ。もうお前の親父さんのことは今でも一日だって忘れたことはない。あの奴隷の日々に俺が生き残れたのは、いつかお前、生き残れたのは、いつかお前に借りを返さなくってはと、そのために頑張れたからだと思っている。伝説の勇者を探すというお前の目的は、俺の力などとても役に立ちそうもないものだが、この国を守り、人々を見守ってゆくことが、やがてお前の助けになるんじゃないかと思う。やめろ。やめてくれ。ラミー、お前はいつまでも俺の子分じゃなかった。友達だぜ、ヘンリー。ああ、無理、ほんとやめて、そういうの。やめてよ、もう。ヘンリー、もう。何言ってんだろう、もう。俺たちマブだろ、ずっともだろ。やばい、もうちょっと本当に。やめてよ、もうね、宝箱の下に書いておくとか、本当そういうのに、よくないと思う。やばい、ちょっともう、やられちゃったな。これはヘンリーに、やられちゃったな。これを見た後のヘンリーはなんか言うんかな、変わるんかな。あ、もうちょっともうラミーの、もう、涙腺崩壊だよ、もう。こんなん書いてあったら、もうラミー、ちょっと、会いに行っちゃう。会いに行くのってちょっとあれなんかな。こういうのは黙って去るべき。でも、ラミダメ。やっぱ、会いたい。お前、この、コツンってやりたい。え、
宝箱に結婚式の記念品なんて入ってなかったって。わはは、お前は相変わらず騙されやすいやつだな。じゃあ今度こそ本当に渡すよ、この記念オルゴールだ。うわー、こなんだよ、実は蓋のところに宝石を埋め込むはずだったんだけど、職人が見つからなくて。ともかくせっかく来たんだからゆっくりしてってくれよな。お前、お前、ほんと、ほんと、マジでもほんといいやつ。もう、もう今日ね、サムネイル、ヘンリーにしといてよかったわ。ラミー様の奥様になる人ってどんな人でしょう。ラミー様の結婚式にはぜひ私たちにも、もう呼んでくださいましね。当たり前、当たり前だろ、お前。いやーもうちょっと、もう本当にさ、この十数年でのヘンリーの変わりぶりよ、バカ強いなお前、ほんとマジでいいやつだな。マジヘンリー、ほんとヘンリー、あいつほんといいやつ。マリアと幸せになってくれよ。それしか言えねえ。あいつなら絶対幸せにできる。俺はわかる、俺にはわかる。はっ、そうだと思ったんだ、ヘンリー。お前、巫女のパーティーを抜けたのはそれが理由だったのか。あんなに巫女が別れを惜しんだのに、お前は、マリアとの生活を望み、収入の安定を図ったのか。そうだろう、男の友情より女かよ、クソが。ヘンリーてめえ、こいつ驚いた巫女彦じゃないか。ずいぶんお前のことを探したんだぜ。何が探したんだよ。数日しか経ってないのに。その、結婚式に来てもらおうって思ってな。え？実は俺、結婚したんだよ。そんな関係も知らなかったぞ。いつから付き合ってたんだよ。巫女彦様、お久しぶりでございます。わははは、とまあそういうわけなんだ。もしかすると、マリアは、お前の方を、好きだったのかもしれないけど。ミコのこと好きだったの？まああなたったら、ミコイク様には、私などより、もっとふさわしい女性が、きっと見つかりますわ。ちょっと待って、お前ネット、お前、それも知ってて、え、それも知って、え、お前、このベッドで何をしたんだ。このベッド、でかいなと思ってたんだよ、お前。許さねえ、ミコとパーティー抜けた女とパフパフするために抜けたのか、お前。俺の子分じゃなかった、友達だぜ、ヘンリー。ヘンリー、俺じゃ友達だよ。記念品どこ？